電気ブランは東京都台東区浅草にある神谷バーの創業者神谷伝兵衛が作ったブランデーが混合されたアルコール飲料当時電気が珍しかった明治時代に誕生したブランデーベースのカクテルである大正時代に流行した文化住宅文化傍聴などの文化あるいはインターネットの普及につれて流行したサイバーや E などと同様に その頃は最新のものに関する名称として電気が流行しており、それにブランデーのブランを合わせたのが名前の由来である。発売当初は電気ブランデーという名称だったが、その後ブランデーではないことから現在の商標に改められた。その度数は当時45度と高く口の中が痺れる状態と電気で痺れるイメージとが一致していたため、 ハイカラな飲み物として人気を博した。ただし発売元の合同主制では、電気ブランという名称の由来は、電気との言葉がひどく、モダンで新鮮に響いたからとし、口の中が痺れるためという説は否定している。ブランデー、ジン、ワイン、キュラッソーそして薬草が配合されている。材料の詳細、配合の割合は、現在も社外費となっている。 現在もオエノンホールディングス参加の合同出生株式会社が醸造、販売を行っており、普通に購入できる。また2010年代のハイボールブームの追い風を受けて、近年は東京都内の飲食店や居酒屋などで電気ブランのハイボールをメニューに出す店も増えている。度数により、電気ブラン、電気ブランオールドの2種類がある。神バーのメニューではを電気ブラン、 校舎を電気ブランとしている。基本的にはよく冷やして、ストレートで飲む。神谷バーでは、注文すると口直しの氷水のグラスと共に、運ばれてくる。さらに同店では、生ビールをチェーサーにして交互に飲むことを勧めている。人によっては、黒ビールを合わせる場合もある。魚には、冷たい魚介類料理がアウトされる。また、酸味のあるスナックなどがおすすめである。 作家の太宰治は、作品、人間失格の中で、酔いの早く発するのは、電気ブランの右に出るものはないと保証し、と書いている。あがた森尾が1972年にリリースした、アルバム、乙女の墓、夢には、神アバート、電気ブランを歌った、曲、電気ブランがある。作家の森美、登る義彦の小説。 夜は短し歩けようとめを呼び、う頂天家族には、偽電気ブランと呼ばれる、電気ブランを真似して作られた酒らしきものが出てくる。また、全国展開している、ショットバー、バームーンウォークでは、夜は短し歩けようとめとのコラボメニューとして、作品内の偽電気ブランをイメージしたカクテルを販売している。 1985年に刊行された須藤真美の漫画短編集に電気ブランがある。なお、作中には電気ブランの描写は全くない。後に竹書房から再刊された版は新事態で電気ブランとなっている。ありがとうございます。